さあ始まりましたメダカ元気チャンネル。この番組はご家庭で飼育しているメダカの健康や綺麗さを保つために何をしなくてはならないのかということを分かりやすく説明し、さらにはプロ直伝のハイレベルな飼育方法を改良メダカと園芸の専門店花小屋さんを営んでもうすぐ20年、日本メダカ協同組合理事長の戸松さんからお聞きしようという番組です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマは品種によって弱い強いはあるのになります。それでは戸松さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メダカの一番大きな違いといいますとやっぱ体型になるんですね、はい、でメダカの体型はですね、普通種、ガリ体型、ダルマ、ヒレナガ、アルビノ、透明輪という品種があります、はい、さらにまあ特徴としましては体外光、体内光、あとラメランというのも最近は出てきております。はい、綺麗ですよね。そうですね。それではあの品種のお話をお伺いしたいんですけれども、まずは黒メダカですかね。もともとその原種でありますので、メダカ自体はすごく体が小さい生き物ですので非常にこう常に外敵に襲われやすい、はい、そういったところからですね、多少警戒心が強くて、人にもちょっと怯えやすかったりもします、はい、で、まあ、最近でもですね、新しい品種で黒系のメダカっていうものかなり多くなってきてはいるんですけれども、ね、はい、まあ、やっぱりその黒系っていうのは他の種類のメダカに比べてみると、多少やっぱ警戒心をずっと持ち続けているっていうのが、原種の血が残っている証拠であるのかなと思っております、はい、続いてはあの白メダカなんですけれども、はい、皆さんが観賞魚としてメダカを飼われる中で、まあ、一番多くの人が飼ったことがあるメダカではあるのではないかなと思います。はい、そうですね。でやっぱり原種の黒メダカと違いまして、まあ、文字通り真っ白なメダカなので、うん、まあ、ほとんど警戒心を持たずに非常に人懐っこいので、初心者の方でもすぐに飼い始めていただけるメダカの一つの品種であると思います、はい、続いてはアルビノ系ですね、はい、アルビノメダカはですね、横から見ていただくと実は目が赤いんですね、うん、はい、でこれはまあどうしてなのかといいますと、まあ、メラニン色素が欠如していますので、メダカの目の毛細血管に流れる血の色が赤いので、その血の色が見えて、赤目に見えるメダカとなっています、はい、メラニン色素がないメダカですので日焼けをしてしまうと直にもう火傷になってしまいます。生まれてからですね1センチを超えるぐらいまでは完全に日陰、あ、そうなんですね、はい、日陰で育てていただきたいんです。はい、ただまあその日陰で育てるということはその分水温が上がりませんので成長もすごくゆっくりなんですね。うん、まあ、しかしながらまあ3ヶ月ぐらいすると1ヶ月1センチを超えてきますので、1センチ超えたあたりからは他のメダカたちと同じように太陽光と下でしっかりと飼育していただいて大丈夫です。続いてはあの体がすごい綺麗な透明輪系をお願いいたします。はい、透明輪メダカはですね、虹色色素細胞が欠如したメダカになります、はい、虹色色素細胞なんですけれども、まあ、水槽を横から見ていただきますと通常のメダカはほっぺにこう光る、虹色細胞があるんですけれども、うんうんうん、透明輪メダカはここがなくなってますので、はい、ほっぺたが赤く見えたりもします、はい、透明輪メダカは水交換の時に、まあ、水質変化に若干こうシビアなところがありますの で、通常のメダカよりもちょっと気をつけて水合わせをしていただきたいと思います、はい、あとまあ高タンパクの餌をあげすぎると体にこう腫瘍みたいなものもできやすいメダカの、はい、それも透明輪メダカの特徴ですので、まあ、少しカロリーをセーブした餌を与えていただけると安心かなと思います、はい、続いてはあの私一番最初に見た時にメダカかなって本当に思ったんですけれども、光体型についてお願いいたします。光体型はですね、背びれと尾びれが普通種よりも大きくなったメダカになります、うん、はい、まあ、一番特徴的なのは尾びれになるんですけれども、はい、まあ、尾びれ普通常のメダカは台形なんですけれども、はい、こうひし形のようにこう先がとんがるメダカなんですね、はい、で、まあ、光メダカが登場した時にもともとその持っていた器型ですね、骨曲がりだったりですとか内臓の位置がちょっと上についてしまうなんていうその癖があったんですけれども、まあ、改良メダカの始まった時になかなか最初はそこをシビアに選別をしてこれなかったので残念ながらちょっと今でもその奇形が出やすいっていう特徴を持っています。そうなんですね、はい、ですので、まあ、最初に光体型のメダカの親を導入される時には専門店さんやショップさんの店員さんに一緒に見ていただいて曲がりがないのか確認していただいてから種親の導入を考えていただければと思います。はい、
続いてはすごく可愛いダルマ系のメダカをお願いいたします。はい、そうですね、通常のメダカに比べて本当に体も短くて、はい、金魚みたいな体型をしたメダカです。で今でも大人気のダルマメダカなんですけれども、はい、多少飼育の難しさっていうのも実はあったりするんですね。で、まあ、やっぱり体がこう短くずんぐりむっくりなので潜ることがあまり上手ではなかったりですとか、まあ、餌を食べるスピードも普通のメダカと比べるとちょっと遅かったりもします。であまり強いこう温度変化を与えてしまいますと浮き袋が最強非対称になってしまって横を向いてしまったりということもありますので、多少普通のメダカよりも温度管理だったり水質管理だったりっていうのは注意していただきたいなと思います。それでは最近流行りなのかなと思ってるんですけれどもヒレナガ系をお願いいたします。はい、そうですね、今までのもう長いメダカの改良の歴史の中でもやっぱりヒレナガメダカっていうものはすごくこうインパクトがあるそうですよ、ね、品種の一つなんですけれども、はい、まあ、全部のヒレがこう伸びてくる品種になります。はい、まあ、普通のメダカとのちょっと飼育方法だったりこう餌の与え方だったりっていうのは多少違いは実はありまして、はい、尾びれなんかが大きくなる分しっかりこう尾の付け根の部分をですね太くしてあげないと、はい、尾が重くて尾が垂れてしまったりですとか、はい、まあ、うまく泳げなくなってしまったりしますので、はい、なるべく普通のメダカよりもちょっと広めの容器またはちょっと深い容器を使っていただいて食べさせて運動させる食べさせて泳がせるっていう風に、はい、管理していただけると非常にこう綺麗なよく尾の開いた尾筒の太いヒレナガメダカが作れると思います。そうなんですね、同じ親から生まれたメダカでもやっぱり環境とか育て方でいろいろ変わってくるっていうことなんですね。そうですね、そこがこうメダカブリーダーの腕の見せ所かなと、はい、さすがですねありがとうございます。一緒に飼えない品種っていうこともないんですね。あ、そうなんですね。全てのこの改良メダカ、はい、先祖をたどれば、同じ黒メダカたどり着きますので、はい、同じくこう水槽にいろんな品種を入れていただくことは全然可能です。はい、ただですね、まあ、やはり餌を食べるスピードだったりですとか、まあ、アルビノメダカだったらこう日に当てたり日に当てなかったりっていうこともありますので、はい、できれば品種ごとにこう分けていただきつつ、楽しんでいただく方がいいのかなと思います。なるほど、はい、いかがでしたでしょうか。メダカ元気チャンネル、この番組を最後まで見てくださった全国のメダカユーザーさんの中で楽しかった、ためになったと思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひ番組登録をお願いいたします。いいねもお願いいたします。それではトマスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。